森村康政です今回の展覧会「森村康政私の迷宮劇場」この展覧会についてこれからお話をさせていただきます。私というものはたった一つのものではなくていっぱいあるなと私の中にたくさんのいろいろな「私」があって。 でそれらのこう織りなす風景それら全体が私とといいいうものでではないかなか思っているんですねで私が今いるところはこれ「迷宮門」という門の名前が付いているんですけどもほかに「ダブラカシ門」とか「ッカ門」とか5つの門があるんですね。でここから、えー、皆さんは自由にどこから入っていって頂い,いても構いませんし出たり入ったりしていって頂、えー、い,いても構わないんですね。 入り口のところにこう布があってこういう中細いあのスリットがあるんですけどちょっとこう姿見というか鏡みたいに見えませんか鏡の国に入っていくような感じで迷宮世界に入っていくとこういう感じですねちょっと私も入っていきますけれどもこんな感じでこうずっと入っていく。 えー、展示室内に来ましたで展示室は4つのセクションに分かれております。で今いるこの、えー、場所は「M 式写真回廊と」とこういう、えー、セクションなんですね。でここにはこうご覧のようにポラロイド写真、ねえー。私がこれまでに取りだめたポラロイド写真をそう800点。 ばかりあのこうやっっててざっと展示しています、えー、内容はそうですね私が、えーまあ、本格的な作品ですね大きな作品を作るにあたってテストをしたり実験をしたりするものもあればそういうのと全く関係なく、えー、一人遊びまあ一人遊びが好きなんですけど一人遊びで自由に、えー、撮った写真もあったり、まあ、いろいろな これまで取りだめたものを展示をしておりますこれを見ていただきますと一人の人間の中にいろんなキャラクターいろんな私がいるなということを感じ取ってもらえるんじゃないかなと思いますで、ここは順路はないんです五つの門から入っていただきますいろいろな門から入ってそして その後は自由にここをですね、さまよっていただくという、こういう展覧会なんですね。M 式写真回路をこうやって巡っていくうちに、ちょっと不思議な、暗いけれども何か奥に導かれていきそうな、そういう道があるんですね。でこれは夢と記憶の広場というところに息づき,きます。怖いな、ちょっと近,近づかないでおこうかなと思わずに、 あの入って行ってください。そうすると別の世界が展開するのでついてきてください。えー、今私は、えー、夢と記憶の広場のセクションに来ています。えー、ご覧のようにここではあのビデオの作品。 動画映像の作品を展示しています先ほど見ていただいた M 式写真回廊のポラルド写真というのはこれまで取りだめた私の作品なんですけれどもこちらに展示しているこの映像作品これはもう最新作でございます本を持っているんですねあのいろんな紛争をした人が一冊本を持っているというビデオなんですけどこの本は 私がそうですね小さい子どもの頃読んでいた大好きだった図鑑とかそれからえまあ若い時にとても強く影響を受けた本とかそういうまあここ「夢と記憶」の広場なんですけどその私の記憶の世界えまあそれをこうまあちょっと表すもの。でこれいろんな紛争をしてますよね。いいろんな紛争するというのはこれ 現実の世界とはちょっと違う、まあ、いわば夢の世界でそういう夢の世界とそれから記憶の世界これは両方とも、えー、世の中のね現実の世界にどこにもないものもう今すでにないものなんですけどでその夢と記憶のなんていうのかなこう淡いさみたいなところ、えー、その2つがこうグラデーションでこうこう混じり合うような場所でそれがとても私には魅力的な場所なのでそういったものをここで まえたこちらは最新作そしてその大きな映像で動くで「ポラリード写真」はこれまで私が撮りためてきた過去の作品で小さいそして写真という映像が止まっているこういう対比で2つのセクションを作りました。 声の劇場というセクションがあるんですね声の劇場はビジュアルがありません自分の作った短編小説ちょっと怖い短編小説でこれを朗読をしましてでその朗読とそこにチェロの演奏を入れてでそれらを えこう使ったサウンドインスタレーションですねそれがここにありますで、ここに光の要素とか実はちょっとこう香る要素とかあ、いろいろな要素を組み込みながら、えー、一つのプログラムを作ってこれを上演しているんですね迷宮劇場の中のさらなる迷宮世界なんですね 全感覚的に覚醒させるようなそういう世界なので、あのぜひ楽しみに、えー、見に来てください。えー、ここはあのちょっとこう覗く部屋になっています、えー。衣装の隠れ家というセクションです。えー、中にはですね、約三十着の衣装が展示されています。 でこれは先ほど見ました夢と記憶の広場30人ばかりの登場人物がいるんですけどその人たちが着ていた衣装なんですね。でこれの実を言いますとこのポラロード写真が M 式写真回廊に展示されておりますけれどもそこでも使われた衣装なんです。つまりり式写真回廊昔取りだめた ポラルード写真の中で使ったそういう衣装を新たに着て新作を作ってその衣装がこちらに展示されているという関係になっているんですねで下の方を見ていただきますと本がここにありますでこの本はイメ、えー、と記憶の広場の、えー、それぞれの人が持っていた本ですねそれが実物がここに展示を されてておりましてですね衣装とか、えー、そういうものですからこれ身にまとうものですよねあのちょっと触覚的な感じがありますかねですから今回の展覧会ですけどここではちょっと触覚的な感じ「m 式写真回廊」では写真の世界ビジュアルな世界を、えー、こう感じ取っていただいたり、えー「夢と記憶の広場」ここでは 同じビジュアルなもんだけど動く映像それを見ていただいたりそして声の劇場ここでは聴覚とかそれから嗅覚とかそういったものをこう感じ取っていただくといろいろな感覚をこの展示会場全体で体感していただくと。これはケースバイの 私なんですけどでこれを手がかりにしてでは皆さんにとっての「私」って何だろうかそんな、えー、問いを考える手がかりになっていればいいなというふうに、えー、思っています。えー、ぜひあの見に来てください